驚いたってばよ。お前の方こそボロボロじゃねえか。急いで来た甲斐があったってもんだ。さてそいつは考え方次第だ。まだ踊れそうだな。人は奴を最強な遊びではなくな、全ての術が桁違い。いや、なんつかよ、世界これ以上成長する必要はない。自らの意志で逃げたって話だ。監視の目をかいくぐってな。